人って準備してちょうだい。仮説、思想は常に言葉よりも先にある。ならばこの喜びを定義できる言葉はない。お会いできて光栄です、アスターさん。申し訳ありません。予定より。とんでもありません、スクリューガム様。そんなにかしこまる必要はありませんよ、アスターさん。有機生命体の協力は実に。ありがとうございます、スクリューガムさん。ぜひ案内していただきたい。ミス・ヘルタは彼女のオフィスにいるはずです。どうぞ。はい。こちらの方は。おお、こんにちは。彼女と同じように私もあなたに興味があります。性格と共に生きるというのはどのような感覚なのでしょう。すまない、本当は貴様を案内しようと思っていたんだが、少し厳しそうだ。ああ、じゃあ俺は。おかしいですね。おや、僕に何か用ですか？待ってください、その気遣いと求められたら必ず応じ。先に自己紹介をしておきましょう。知っているかと思いますが、現在宇宙ステーションは復興の復旧作業の過程で。見た目に関しては分かりません。僕たちは性格ハンターではないかと疑う。中にはパンクロード生まれの巣。この前調査の過程で彼女の足取りをつかんだ。その後どうなったと思いますか？彼女は。ありがとうございます。ま、とにかく上長から与えられたチャンスを無なので、今回は宇宙ステーションの内部から手をつけることにし、そのために読解プログラムを設置。おと、これは一滴の水？僕には一滴の汗のように。信じられない、どうしてこんなものが宇宙ステーション。これが僕たちの探している。わかりました。もう一度解読すれば今度こ。それは、その最近はストレスが。とにかく僕を助け。監視システムに彼女の姿が映っていますね。これは転送ビーコン。さっきはうっかりビーコンを起動させてピアツーピアは動力源のサポート。落ち込まずにはいられませんよ。だから僕にと。近くに奇妙な信号があります。別の落書きかもしれません。ほら、前にクエスチョンマークまでつけるなんて、完全に僕たちをからかっていますね。彼女はベース部分に向かったようです。まあ、と、あれ、消えてしまいました。解読したのに途切れ途切れになっていますね。
ここでしばらく立ち止まっていたのかもしれません。周囲を探してみましょう。今度こそ私を楽しませてくれる？随分と余裕がありますね。この様子だとしばらくの間この部屋に留まって。なるほど。自分が先に侵入して。違いますって。このログ定期メンテナンスの時は気づきません。全くですよ。こんなところに落書きを残すなんて。これは聞いた話ですが、パンクロードにはハッカーがハッキング。彼らはそれをパンクロ…そういった考え方は理解できます。この前もあと少しというところまで行ったのに最後…それは言わないでください。あ、彼女が先に…この方向は…どうやら仲間と一緒に監視室に行くようです。落書き一つとして同じ落書きがないなんて。この記録は破損して。その可能性は低いでしょう。待ってください。わかりました。これは通りでずっと。それにしても彼女たちの目的。おや、どうにも理解できません。ああ、いえ、彼女たちはあなたを置いていった。どうやら彼女たちの目的。口に出て。ああ、これ時間はちょうど。もしかして。彼女はここに。さっき思い出したのですが、ミス。この二つの出来事。わかった。その彼女が器物のリストを気にしていたの。性格ハンターとしての行動を僕のですが、一つ気になる点があり。以前あるスタッフが申請。ええ、僕もです。それは主制御室が。やるべきことを。でも
少し変ですね。性格ハンターなのに性格を持っていかない、ハッカーなのにローカルデータを消さない。大丈夫、僕こういうのと。ほら、僕の言った通りでしょ。今なら器物の出し入れ記録を調べられ。結論から言えばそうなります。混乱した、いけない、こんな風に。絶対にダメ。もう一度だけ言うけど、ルアン・メイがあなたに何を吹き込んだかなんてどうでもいいの。模擬宇宙を閉鎖するって。フェルタさん、質問。このプロジェクトに我々がつぎ込んだものは、そこまでして我々は何を得たのでしょうか。未知、疑惑。当初我々はアイオーンが行動する縮小世界を垣間見ることはできないかと考え、模擬宇宙を定義しました。模擬宇宙にはエラーが必要。あなた、私は知識の本流を評価しています。エルタさん、考えてみてください。模擬宇宙は私を失望させたことなんて自分が偉いとでも思ってるの？ヘルタさん、私はあなた、ただ知識やインスピ、もういい、やりたくないならやめればいい。私はエイドリアン・テイラーやイプシロンの赤、スクリューガム、あなたのこと。申し訳あります。ことの発端は私が一方的に学術協力、しかしながら長期にわたる研究の諸子を離れてしまった協力関係な彼女の精神状態。結論から言えば、有機生命体の感情は、あなたは模擬宇宙に用が。なるほど。検索、それはとある巡回レンジャーが、パンクロードはデータとテキストで構成、そしてバエーテルカセットはとある起源によって、その中には心配は無用です。友よ、先ほども少し触れば、おそらくですが、あなたの心配もわかります。ですので、ご存知のように、そう、私は模擬宇宙、以上が私の提案。準備はいいですか。はい、今回は通常とは、これにより我々、大丈夫ですか。現在あなたはエーテルカセットハッカーです、うん、結論、それは模擬宇宙。あなた方の言う通り、その場から動かないで。ちょっと模擬宇宙、彼女の言葉をさ、まず恋焦がれてるわけ、次にあれ、今の説明で最後に、じゃあ先に、今の会話から実に興味深い。あなたを同行者の、正確に言うと、ブッブー。
そう願いたいところですが、性格ハンター、ヘルタさんの言葉を、あれは勝負と今日なんだ。どうやら終点に到着。こんなところにミニヘルタがいる。もしかしな、彼女の顔に。はい。ええ。今回の彼女は、確かとある話を、勝負のた、今の状況、最後まで彼女に。ご覧ください。それはもちろん、私たちが見ている、私が思うに模擬宇宙の膨大、ただし有しまずはこの人、いいですか、ご明察。彼女はオフィスにバックドアを残していたのでしょう。優れた役者だと言わざるを得ませんね。落書きはデータの、そう、おそらく宇宙ステーションに申し訳ある。しかし、ミス銀狼。ふーん、やっぱりあなたを欺くのは簡単じゃないみたい。道中の、再びあなたと渡り合えたこと、とても光栄に思います。つまり、なんちゃら宇宙を閉鎖するのも、ヘルト。どう受け取るかはあなた次第です。ミス銀狼は才能あるハッカー。彼女は全てを計算し、おそらく、彼女の計画の中に現れた唯一の変数は、私が突然この宇宙ステーションを訪問するという情報。そして、それと共に訪れた、模擬宇宙が、これで今回全貌？違う、私は冒険せざるを得なかったんじゃなくて、自分から望んで冒険したの。スクリューガム、互角に戦ったライバル、こんなにワクワクするのは久しぶり。現実はゲームに過ぎないのに、楽しくなかったら意味がないでしょ。二人の、あなたは、その通り。ちなみにこれも一緒に持っていく予定。ほう、複製品ですか。そうじゃなきゃこんなに長ったらしい話ワクワクする。今回はどうやって私を止めるつもり。模擬宇宙をブラックボックスにしてみる。カンパニーと協力して銀河中に包囲網を敷く。決着がつかなかった勝負が。申し訳ありませんが、ミス銀狼。はあ？立ち去る？どうして？また面白い想像ですね。しかし、あなたと宇宙ステーションの音讯は、じゃあこの仮説、それは単なるコピーに過ぎません。訂正、あなたが手にしているものだけでなく、ここに保存されているものもコピーです。また宇宙ステーションを攻撃し、私には関係のないことです。しかし、じゃあ私が今ここ、こう言っては失礼ですが、あなたにはできないです。何これ、あなたたち、わざわざ、はい、これであなたが一生懸命準備したゲームは
あと一歩という銀狼、あなたの要求は分かった。しかしヘルタさんはそれでは甘すぎると考え、少し工程を増やしたようです。例えば今この瞬間、彼女は逆ハッキングをこれらのアカウントをカンパニーに凍結してもらうのはどうでしょう。何を言ってるの。退出してしまいました。せっ子供にとってのゲームは楽しいもの、しかし大人にとってさ、我々も宇宙ステーションのことはどうでも、もうカンパニーにあいつのアカウント、ありがとうございました。今回の件について、彼女のターゲットは一貫してエーテルカセット、複雑な謎解きも銀狼が残したバックド、ご安心ください。宇宙どうぞ。我々の終点は異なる。ミス・ヘルタが僕に調査を続けるよ。え、実は想像できますか。これで事件も一段落しました。それでこれからどう、もう一つ二つなら簡単だけど、そこはカンパニー、そうだけど何、それは無理ね、忘れた。ああそうだった、君もピアポイント、安心して、もう考えがあるの。もう動き始めるの。言ったでしょ、別にこプレイしながら向かえばいい。ゲームは遊ぶためにある。